今回は本日発表されまして来週の月曜日から始まるイベントお好みルーレットについて解説させていただこうかなと思います。でこのイベント自体は初めてのイベントじゃなくて1年前に一度やってはいるんですよね。なので私このイベント経験してるんですけど、経験者としてねこのイベントについて一言言わせてもらうと、結構めんどくさいところがある。なので今回はこのイベントの効率のいい進め方とか、あとはどういう報酬のピースを選んだらいいのかについて話していこうかと思います。初めてこのイベントやるよっていう人は参考にしていただいて、一度去年経験してるっていう人もどうやったら効率よく進められてるか忘れてると思うんで、まあその辺について話していこうかと思います。それじゃあやっていきます。でこのイベント一体どういう仕様になっているかっていうと、こんな感じでルーレットがあります。でこのルーレットの中に8個欲しい報酬を組み込みます。でその中からルーレットが始まり、1個が選ばれてその報酬がもらえましたよ。で今回はこの画像だとオーブ150個がもらえましたよという風な感じになっております。なのでまあ内容としては、じゃあ8個の報酬をこんな感じでたくさんある中から選んでルーレット回すだけでええやん、すごい簡単やんみたいな感じに思われるかもしれないんですけど、実はこれね裏がありまして、この報酬はねそれぞれミッションをクリアしないと組み込むことができません。なので、ああ私ログイン勢だから別にモンストなんて全然やる気ないっすわっていう人は、大した報酬組み込むことがね実はできないんですよね。いろんなミッションをこなしていかなきゃいけない。まあこれが一番最初に言った結構めんどくさいというのがここに詰まっております。でこのここにそのいろんなミッションをクリアしていってピースを8個以上獲得しないと、あともう一個注意点なんですけど、ルーレットがすることができません。なので本当に私モンストなんて月に1回しかログインなんてしねえわっていう人は、これあこんなイベントやってるんだと思ってログインしてもねやることができません。これがね結構このイベントの落とし穴なところになってるんですよね。であとこのイベントね、あの運営さんが新しい仕様として発表してくれてたんですけど、今まではねこのイベント選んだ順じゃなくて、もう本当にオーブだったらオーブみたいな感じで組その場所が決まってたんですけど、今回は選んだ順からなんかここのルーレットにピースを組み込むことができる。なので例えば右半分はオーブ関連のもの、左側はガチャ関連のものみたいな感じで、そういう報酬の区分けができるようになったんですよね。だからそれは結構ね去年のイベントの時に言われてたから改善してくれたみたいな風になってるんじゃないんでしょうか。そんなわけでいろいろ仕様については話していったと思うんですけど、じゃあ実際ここの報酬、ルーレットに組み込む報酬のピースって一体どういうものがあるんですかっていうと、こんな感じになってます。オーブが何十個とか何百個とかもらえたりとか、あとは10連ガチャが何回か引けたりとか、オーブ引換券がもらえたりとか、あとは10連ガチャが1回だけだけど確定で何かがもらえるとか、あとはドキドキオーブとかオーブ定期便とかのこういう特殊なものとか、あとはゲーム内のアイテムですね、こういうのがもらえたりとか、合計で35種類の中から何かを選んでルーレットに組み込んで回して報酬をもらうっていう形になっております。なのでここからは一応私の去年のルーレットのこういう感じでやるんですよっていう動画を流した後に、一つ一つこういうその例えばオーブだったらミッションいろいろ書いてあるけど、こういうミッションがありますよ、こういう風に進めたらすぐ効率よくできますよっていう話をやっていこうかと思います。ちょっとオールアルファはなんかやばそうなんで、50連だったら頑張る、30連はいない、200個入れとくわ。はい、でこれでいややっぱずらしたいな、なんか感覚的にちょっと分けておきたいもん、なんかこの左上の塊すげえやだな。ふっ、いやオーブ500個はマジででかいからな。おこれな、通信中長かったからいい感じじゃない。いやーダメだ、いやこれは200個あるか。あ、おい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 、早い早い、止まれ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 、いや行くな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 、行って戻ってこい、戻ってこい、戻って帰ってこい、こっちに。よし、そんなわけでお好みルーレットの雰囲気についてはあんな感じになってます。なので意外と事前準備長い割に終わるの一瞬なんですよね。なんですがちょっと線香花火見たいみたいなこと去年言われてましたね。で一応大まかな進め方としてはこんな感じで、まず自分が欲しい報酬を何か8個決めておきます、事前に。であとはそのピースを獲得するのに必要なミッションを期間内にクリアしていって、揃ったらルーレットを回してこのイベントはおしまいという風になります。まあ一応最初にも言ったけど、ピースが立ち込みなんだったらこのルーレット回すことすらできないんで、そこは注意しておきましょう。そしたらここからは各々の報酬のミッションの進め方について話していこうと思います。そしたらまずは報酬がオーブのピースですね、最低50個から始まり最高200個まであります。でこれをルーレットに組み込むために必要なミッションは期間
内にひたすらログインするだけで OK です。なのでまあ大半の人がこのミッションはできるんじゃないのかな。ただこれ最高の200個まで行くまでに20日間ログインしないといけないんですよね。なので一応これミッション期間が24日しかないんで、毎日ログインしてるんだったら大丈夫だけど、ちょこちょこログインするような人はログインし忘れに注意してください。これからはちゃんと来週から毎日モンストにログインだけはするようにしておきましょう。そしたら次はオールスター10連ガチャ。最初は10連から始まり、一番最後まで行くと50連無料で引けるピースをルーレットに組み込むことができます。で、このオールスター10連ガチャの仕様についてはもう本当に限定が出るかも知れないよ。ガチャ普通に工場キャラも出てくるかもしれないし、まあ運が良ければこのソロモンとかダルタニャンとかルナとかぶっ壊れみたいなキャラがたくさん出てくるかもしれないし、そこは各々の運によります。だからできるだけね、たくさん引きたいから一番最後の50連まで行くのは結構重要なんじゃないですか。まあその辺いろいろ考えると、まあ引けないこともあると思うんで、たくさん引きたいから最低でも30連まではもしこれやるんだったらできるだけそのミッション進めておきたいですね。で、このミッションは一体どういうのこなしていけばいいかっていうと、重心玉を獲得していく。一番最後の50連まで無料でやろうと思ったら重心玉を24日間で40個入手しないといけないです。これね、結構こうめんどくさいんですよね。で、これね、いくつか裏技がありまして、入手方法については私の知ってる限りだと3パターンかな。まず一つ目は、確定重心玉を求めて、1日1回しかできない、重心玉確定でもらえるイベント。まあ、これを毎日毎日こなしていただいて、人によっては、4個もらえる、スタミナ400使うあれを毎日こなせば10日間で終わるようになっております。で、こっからがね、裏技なんですけど、ラック引き換えか、アイテム生成、なんだっけ、赤い玉とか青い玉とかの進化に使うやつ、あれを消化して、重心玉に変えることできるじゃないですか。それやると、1個入手した扱いになります。なので、最短ルートとしてはこれね、これ使うんだったら、1日で速攻終わります。ただ、まあ、これは素材に余裕のある人向けなんで、初心者さんはちょっと難しいかもしれないですね。そういう人は、まあ、1番の確定重心玉毎日コツコツやるか、それでも足りないんだったら、進化クエストにある全ての進化を求めてで、たまに重心玉って確か出てきたはずなんで、それをこなして周回しなきゃいけないということです。素材に余裕のある人は、これ、アイテム生成とか使いましょう。これね、私確か去年知って、うお、すげえって思ったんですよね。だから、効率よく進めるんだったら、この知識は覚えとくと役に立つんじゃないのかなと思います。そして次は、オールアルファ10連ガチャ。引ける数については、オールスターと一緒で、最初は10連から始まり、一番最後まで行くと、50連無料で引けるピースがあります。で、これも、アルファキャラが出るかもしれないよガチャ。普通にね、工場キャラも出るかもしれないんで、まあ、さっきのオールスター感謝ガチャの限定の部分が、すべてアルファキャラに変わってるみたいな感じになってるかな。言葉だけ聞くと、本当にもう星5キャラ出たんだったら、アルファしか出ねえのって、私最初の頃思ったんですけど、まあ、そんなうまい話はなかったという風になっております。なので、これも、オールスターの時と一緒で、まあ、選べるんだったら、30連から50連ぐらい、この辺までは、ミッション進めておきたいかなと思いますね。で、これを、選ぶたルーレットに組み込むために必要なミッションは、もう本当に、顔合わせマルチをたくさんの人とする。ソロ戦の人はちょっと厳しいんですよね。これがね、ちょっと大変になってくるかな。もうやり方としては、ひたすら野良マルチにある。効率よく進めようと思ったら、まあ、アプリとかである野良の掲示板、ゲームウィズさんの掲示板とかなんかいろいろあったりするし、それがちょっと嫌っていう人は、まあ、ホーム画面にあるクエストサーチ機能を使ったら、確か調べられる範囲って広がったと思うんで、それを使って野良マルチに突入していただいて、いろんな人と、プレイしていただければいいんじゃないかなと思います。これはもう本当にもういろんな人とマルチやりまくるしかないんで、効率のいい悪いとかはまあこれでやって頑張っていただくしかないんじゃないんでしょうか。そしたら次は今回新しく追加された報酬でオーブ引き換え券ですね。これが一番下はオーブ引き換え券10個分なので、オーブ50個、一番最後まで行くとオーブ250個分の引き換え券がくれるということで、もう1ヶ月でこれ交換できないからね。月に40個っていう引き換え上限があるから。で、これをもらっていくためのミッションがこちらなんですけど、 CM 視聴ミッションをやっていかなきゃいけない。一番最後のオーブ250個分のピースをルーレットに組み込もうと思ったら CM 視聴のミッションを20回やらなきゃいけない。で、これ多分ホーム画面から見れる1日2回だけできるミッションあるじゃないですか。これじゃないとおそらくダメだと思うんですよね。なんだっけ、モンスターボックス拡張するための CM 視聴は多分意味ないんじゃないかな。なので進め方としてはもう本当に毎日2回欠かさず CM 視聴のミッションをやりましょうということですね。朝の4時から16時と16時から4時の間に1回ずつ見れるんで、毎日2回ちゃんとこなしていきましょう。そしたら最短で10日で終わると思うんで、まあ、期間は24日だから多少は毎日1回ずつ見ていっても間に合うんで、まあ、その辺合わせて、そのログインと合わせて進めていっていただければなと思います。そしたらここからは10連の確定ガチャとかの話についてですね、仕様とかも解説しておこうと思います。で、まずは
初ゲ1体確定の10連ガチャで、これはね、あの未開の大地やってる方なら、あのその初ゲ確定単発っていうのをやってると思うんですけど、これと同じ仕様です。これが一番最後の10個目だけ確定初ゲになるだけで、他は普通のガチャです。限定は対象外だし出てくる初ゲットのキャラってこれ工場キャラなんで、まあそこに魅力を感じるんだったら選んでもいいけど、まあ工場キャラだったら別に興味ないっすわっていう人は引かなくていいんじゃないんでしょうか。そしたら次は限定1体確定の10連ガチャ。もう本当に書いてある通り、10連のうちに絶対1体は限定キャラが出てきます。ただ限定キャラは今現状102体いるんでめっちゃ多いから、まあその中から何かしら1体が出てくる。なので欲しい限定の数が多ければ多いほど魅力がめちゃくちゃ高いというガチャになっています。なのでまあ被ってもなんかネオとか、まあ三日月とか、まあいろんなキャラもそうだけど、被っても全然いい限定なんてめちゃくちゃいるんで、まあこれはよっぽどな人じゃない限りは引けばいいガチャなんじゃないですか。かなりおすすめ度は高いと思ってますね。そして次がこれアルファ1体確定の10連ガチャ。まあ、書いてある通り本当にアルファキャラが絶対に1体含まれてますよっていうガチャになってます。一応アルファについてはまあ、45体体質対象になってるっていうことで、まあ、1/45、特に今年はなんかいろんな強いキャラ実装されてないですか。もうここに書いてある通りオニャンコポンアルファ、オフィリアルファで、去年のクリスマスに出てきた真のアルファだったり、あとはまあ天魔とかで使えるニュートンアルファとかもいるんで、かなりアルファの魅力が今年は高まってるから、まあこれもね、やっぱ闇ダメになっちゃうとはいえ欲しいっていう人は結構いるんじゃないでしょうか。なのでまあ50連の方を組み込むか、こっちの確定を組み込むか、もしくは両方組み込むかは各々みんな次第という感じになっております。結構おすすめ度高いですね、アルファキャラそんなに持ってない人は。というわけでこれらを組み込むためのミッションなんですけど、こっからね結構特殊になってくるんですよ。ミッションの内容が初ゲ1体確定の10連は初個何でもいいから30回クリアしろだし、特に限定1体確定とアルファ1体確定10連やろうと思ったら歴戦の跡地をやらなきゃいけないんですよね。それの超絶と爆絶を5回もクリアしなきゃいけないというふうになってます。まあミッションの効率のいい進め方については、もう初期は本当に簡単なクエスト、そこコツコツ頑張って30回クリアする。歴戦の跡地については、去年の私はですね、あのクシナダかイザナギのレベル1で、爆絶の方だったらニラカナかヨミのレベル1、まあこれをやっておけばかなりね楽な方になってるんじゃないかなと思います。他のクエストのレベル1とかに比べて。なのでまあこの辺をめんどくさいけど5回やっていただければいいんじゃないかなと。去年の私もまあそこやったんで、一応まあ実績はありますよという風になっております。っていうか歴戦の跡地なんで追加しねえんだろうっていうのはちょっと疑問なんですよね。そしたら残る報酬は3つなんですけど、まず1つ目、オーブ定期便。これについてはオーブ定期便を当てるとオーブ100個が3回もらえるということで、合計300個もらえることができます。これねかなりおすすめ度高いというか、いやこれを抜く人はほぼほぼいないんじゃないのかなと思ってる。内容に関しては一応11月22日から12月22日までとか、こういう期間の中に1回ログインしていただければ1100個それぞれの期間でくれますよということですね。難点はまあ一番欲しいタイミングでちょっとずつしかくれないっていうのになってるけど、合計で300個くれるんだからそんなに気にしなくていいんじゃないでしょうか。まあかなりおすすめ度の高いそのピースとなっております。そして次はドキドキオーブですね。これがねかなり特殊な仕様になっておりまして、まあドキドキオーブをルーレットにセットするとオーブ10個、またはごく稀にオーブ500個が当たるチャンスということで、さっきのルーレット一応動画見せたと思うんですけど、この中のルーレットの1個だけのマスが500個になります。他は10個です。なのでこの1個だけのマスに止まれば500個もらうことができるということで、まあかなり運ゲーになります。なのでまあ正直言ってこれはまあ YouTuber でやるか、まああとは友達同士でワイワイするためにやる人専用かな。もう本当にソロでこれ組み込んで10個引いたら一人で泣くだけなんで別に誰にもそれを悲しみを共有してもらうことできないから、ちょっと虚しくなっちゃうんで、まあ基本的にはやっぱりそういう友達同士とかワイワイできる人たちでやると盛り上がるんじゃないのかなと思います。そんなわけで各々のピースを組み込むために必要なミッションはこんな感じ。あと言い忘れたけど、アイテム盛りについてはここに書いてあるベル、ビスケット、重流獄、ステッキ、ワクワクミン、ミラクルミン、これらが各々10個ずつもらえる、合計60個のアイテムがもらえるんで、まあこの辺が欲しい人はかなりおすすめなんじゃないかな。これをルーレットに組み込もうと思ったら野幕へ30回やんなきゃいけないし、さっき言ってたオーブ定期ミンとドキドキオーブは結構こうめんどくさくて、その他キャラを3体編成して爆絶クリアしろとか、その他キャラを4体、だからもうみんなその他キャラですね、これら編成して豪絶をクリアしろとか、これらのミッションをやっていかなきゃいけないです。かなりめんどくさいです。なんでめんどくさいが結構多いんですよね今回のこれは。まあ野幕へのアイテム欲しい人に関しては偉人一番下の野幕ですね、これを周回してればまあ適当によっぽど変な編成じゃなければ楽々できるでしょう。であとその他キャラで
まあ3体で爆絶5回クリアはもう本当に初歩で、まあ、簡単な爆絶、もう本当にアバロンとか、まあ、蓬莱とか何でもいいんですけど、アイテム使って簡単にできそうなところとか、それを編成してやっていただければなと思います。最近のキャラパワーだったらフレンドにネオとかそういうソロモンとか組み込むだけで楽々できると思うんで、めんどくさいだけで、ま、な難しさはそんなにないんじゃないかな。であとドキドキオーブの、まあ、その他4体豪絶5回クリアに関しては、もしこれ組み込みたいんだったら訓練場を使っても大丈夫です。去年は訓練場を使っても大丈夫だったんで、それを使って、まあ、シュリンガーラ極みっすね。私ここやってました。でそこでアイテムを無料で全部使えるんで、それ全部破してまあやっていけばいいんじゃないかな。一応去年は確かノーコンティニューでクリアしろだったけど、今年そんな言葉書かれてなかったんで、もしかしたらコンティニューしても大丈夫かもしんないし、大丈夫じゃないかもしんない。そこはまあ、ドキドキオーブ。まあ正直、結構ミッションめんどくさいし、まあさっきも言った通り、ソロだと悲しむだけなんで、まあ YouTuber の人は結構大変な思いするんじゃないのかなというふうになっております。なので、おそらく大半の人がやるオーブ定期便については、まあやっぱり、初歩で簡単な爆絶、フレンドネオとかソロモンとかそういう強いキャラにしてやっていくと、かなり楽に進めるんじゃないのかなということですね。というわけで、一番最後に私のおすすめのピース、一応書いておいたんですけど、まあ、定期便に関しては、本当に全人類みんなおすすめ、むしろ組み込まないことあるなっていうくらい、まあ、めちゃくちゃいいものなんで、これは絶対組み込みましょう。あと、ピンク色で囲ってるやつは、比較的おすすめのものですね。で、あと、ドキドキオーブとかは、さっきも言った通り、本当に人を選ぶんで、まあ、この紫色で囲ってるやつは、ちょっと、まあ、人を選ぶから、おのおの判断していただければなと思います。なので、大半の人は、まあ、オーブ定期便だったり、あとは確定10連とか、まあ、引き換え券とか、あとは、まあ、50連のもの、オーブ。まあ、これらが、のどこか、8個組み込んでやるっていうことになってくんじゃないのかなと思いますね。まあどうしよう、私だったらちょっと今の予定だけど定期便組み込んでどうすかな。まあアルファも私フランクリンアルファどの端末も持ってねえからな。いや、やっぱ全然適正キャラ追加されねえっていうか反射キャラ追加されねえって思ってるんで、ちょっとフリンクリンアルファは使ってみたいんですよね。まあそれでアルファも組み込んで限定も出たらいいな。あとはオーブ欲しいからこの辺組み込むか、あとはまあできればもうアルファガチャに全てをかけたり、オールスターに全てをかけたりとか、そんな感じになってますね。あ、そうだ、あと言い忘れたけど、オールスター10連ガチャの限定の方にはこれアルファキャラは含まれてないんで、そこはね気をつけていただきたい。逆もしかりで、オールアルファガチャについてはいわゆるネオとかソロモンとかそういうキャラは含まれてないんで、そこはねちゃんと混ざってないですよという風になっております。なのでまあこの中からいろいろミッションやっていただいて、まあその8個組み込んで聞いていただければなと思います。なので結構めんどくさいんで、初めの方から意識しとかないと、もうあと数日で終わっちゃう、やんなきゃって時にこれらやれって言われたらめんどくさいでしょ。なのでまあ日々ね、24日間確か期間あったと思うんで、コツコツやっていかないとまあめんどくさいことになりますよということで、早めのうちにやっておくと助かるんじゃないのかなと思います。それじゃあ参考になったら幸いですということで、終わります。ごきげんよう。